女心とか分かんなそうだぞ。信じ込んじゃってるとこ大俺翔子のだから。とにかく尾崎ね、彼を排除して中心を失えば集団なんて勝手に瓦解するわ。それから村人を襲って数を減らすの。襲った者には殺し合いをするよう言い聞かせをして。斎藤はリングの上を転がりながらどうしてこんな事態になってしまったのかを思い出していた。ある殺人事件の真相を求めて違法賭博が行われている秘密の地下闘技場に侵入したまではよかった。しかしそこでファイターと間違われてしまったのが全ての始まりだったのだ。ほら絶対近くにいる。おいでおいで。にゃー、お前かよ。今はブギーポップだ。今だ。シロー君、ちょっと下界に降りて不思議な事件を探してこい。そんな突然言われても。ああ、つまらん。退屈すぎて死ぬかもしれない。九条、君ただでさえ少ない友達が一人減ってしまうぞ。私の呪いをあなたは怖がらなかった。私の呪いを呪いでないかのように、まるで私の性格の一部のように扱ってくれて、もしかしたら本当にそうなのかもしれないと思えるくらいに。私だけがいない町、ひなずきかよ。今よりもっと大きくなって一人でどこへでも行けるようになったら、遠い国に行ってみたい。遠い島に行ってみたい。誰もいない島に行ってみたい。お兄ちゃん、まあ小町的にお兄ちゃんじゃなかったら絶対近づかないし眼中にないと思うけどね。ごめんねアスナ、僕の短期に巻き込んじゃって。でも僕後悔はしてないよ。だってさっきのアスナ、出会ってから一番いい顔で笑ったもん。僕ずっと言いたかったことがあるんだ。僕はね、キングが今までもこれからもずっと大好きだよ。ん？何よ。竜巻ちゃん、夕べ食事の後に何してた？覚えてないわよ。もしかしてお酒飲んだの？知らないわよ。覚えてないって言ってるで。玉木小達、活躍するぞ。は？何見てんだよてめえ。私、思ったことを何でも言っちゃうの。ミドリアちゃん。あ、はい、アスイさん。トユちゃんと呼んで。あなたの個性、オールマイトに似てる。爆豪ちゃんはキレてばっかだから人気でなさそう。んなところ出すわ。ほら。私の願いは、すべての魔女を消し去ること。本当にそれが叶ったんだとしたら、私だってもう絶望する必要なんてない。どれ違う。主よ、雨かける日来たらば我の元に近づかん。